こんにちは、ボイストレーナーちひろチャンネルのちひろです。みなみりこです。はい、ということで、今日も素敵なゲストにお越しいただいております。りこさんも知り合いの方ですね。はい、そうですね、ライブで共演していただいたこともあります。はい、はい、私も見させていただきました。はい、素晴らしいシンガーさんです。泉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。泉さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今結構ライブ活動は都内が多いですか？今はそうですね、都内がメインで活動させてもらってます。どこが多いですか？なんかよく使う箱とかは？箱とかは、出演は六本木、赤坂、銀座が大体メインになるかな。シャレですね。大人ですね、本当にお酒弱いのになぜかそういう場所にいるんですよね。あ、確かにちょっとお酒の飲む場が多いですよね。そうですね。お客さんとかにやっぱこう飲まされたりとかするんですか？ライブ出演した後とかは。あ、ご挨拶でね、乾杯しましょうっていう感じで。はい。でもあんまり強くないので、いつもカシスオレンジでっていう感じでカシオレ飲んでます。なるほど。今すごいですよ、ライブって月どれぐらいやってらっしゃいます？結構やってません？いやでもその月によってすごいバラバラですね。ああ、そうかそうか、そうですよね。そうですね、もう曜日も時間も場所もバラバラなので。ああ、土日中心っていうわけじゃないですね。でもないですね。平日も結構やったりとか。平日もお店の出演になると平日、木曜だったり金曜だったり、たまに月曜日もあったりとか。でどうしてもフェスとかなると日曜日土日が多いですね。あ、フェス自体あれですもんね、土日ですもんね。ですもんね。確かに平日フェスってあんまりない。誰もいないみたいな。静かなフェスになっちゃう。結構なんかこう SNS とか拝見させていただいてるんですけど。ありがとうございます。すごい丁寧ですね。拝見させていただいてる。拝見させていただいてるんですけれども、そのライブの出演のその何ていうんですか、情報がすごい多いから。めちゃくちゃやってるんだろうなって。いやいやいや、そんなに多くないんですよ。何十本やってるんだろうなって。平均はどのぐらいなんですか？平均は月なんですか？月です。月はでも5回あるかないかぐらいだった。わー、多いですね。多いな。私来月10月4本あるんですけど、はい、もう今そのなんだろう、それが今来てるんですね。はい、ライブって1ヶ月前ぐらいからこうリハとかをやったり、うん、計画を立てたりとか全部するんですけど、ね、はい、今その10月の波が来て、今もう結構おーってなってるんですけどなりますよね。そうなん、一つのステージが終わって、あ、終わったってこう感動とか感謝とかあるじゃないですか。でそれが終わって、あ、次みたいな、こう現実が、次の現実が待っているっていう、うん、もう準備が大変ですよね、4つ重なると。そんなにやるともう毎月もう準備だらけじゃないですか。なんか追いかけられてる感じ、うん、本当に追いかけられてる感じ。心の日曜日欲しいみたいな気持ちになりますよね。なるほど。まあその中で自分が主催してるものもあれば、そうじゃないものもあったりとかするですもんね。そうですね、大変。でも過去、例えば過去最高を1ヶ月にやった本数だけで言うと、はい、多いのって何本？最高だと、でもそれでも7本くらい。7本、すっごい。7本ってすごいですね。7本はちょっと辛かったですね。もうやめようかって思いますよね。何曲覚えるんですかそれ？あ、でもそのステージによって短いやつだと3曲とかいうのもあるし、長い、まあ長い、だいたい平均30分の6曲ぐらいが目安なんですけど、はい、でこの間ちょっと大変だったなと思うのは、久しぶりに赤坂の方で出演させていただいて、そこが3ステージあるんですよ。はい、まあ、ステージじゃぐったりなのに3回ライブするみたいな感じですよね。そうなんです。しかも間休憩も30分入ってるので、ステージ30分、ステージ30分休憩、ステージっていう感じ。はぁ、なんかもう、ね、ずっと立て続けに1時間半がついやった方がまだノンストップでいけるんですけど、休憩が入っちゃうからこうくつろぐじゃないですか。あ、歌わなきゃっていう、この気持ちの切り替えがあるから余計に疲れちゃうというか、もうスイッチがオンオフオンオフの繰り返しが結構もう疲れそうですね。なんかそうですね、その30分の間にお客様にご挨拶行かなきゃいけなかったりとかするから余計に疲れ。もともとはあれですか、そのずっとシンガーをやってらっしゃったんですか？いや、それが、はい、全然違うんですけど、
あ、そうなんですか。私出身が宮崎なんです。で、はい、宮崎の一番仲良かった親友のお友達が小学校2年生ぐらいの時だったと思うんですけど、はい、私女優になるのっていう子がいて、で、まあ、宮崎にも一つしかないんですよ、養成所が。養成所、私女優になるからオーディション行く、泉ちゃんも行くよって言って連れてかれたんです。マジですか。全然興味ないのに。あ、もうそっからスタートなんですね。あ、結構前ですね。え、オーディションって何っていう、私の中では。あでもその子がいつも私こういうの女優さん好きとか雑誌を開いてなんかこんな風になりたいとか話は聞いてたから、芸能界に興味あるんだってこう他人事で聞いてたら、いざオーディションってなったら私連れて行かれる羽目になって、はいはいはい、それがきっかけで、まあ、じゃあ行こっかっていう感じで行きました。はい、行ったら。で、まあ、よく聞く話だと思うんですけど、はい、友達が落ちて私が受かっちゃったんですよ。みたいな、私興味ないけど、興味ないけどどうしよう。それ友達嫉妬しませんそれ。なんであなただけ受かって私ダメだったのみたいな。いや、どうなんだ。あ、でも落ち込んでおりましたね。あ、まあまあ、それはそうですね。まあ、そうですよね。そう、え、私ダメなのみたいな感じで、で、え、で、それで話をして、でも私、まあ、通知が後から来るじゃないですか。後日、1ヶ月後とかに通知が来て、で、なんか一応なんか受かったみたいなんだけど、興味ないけどどうしようみたいな話を友達に言ったんですよ。はいはい、まあ、友達が誘ってくれたから。はい、で、友達に、え、どうする、私なんか受かったらしいよって言ったら、友達が、私はもう落ちちゃっていけないから、はい、泉ちゃんはせっかく受かったんだったら、はいはい、その中に入って何が行われてるか私に教えてよ、知りたいからって。なるほど。あ、じゃあその子はもう女優志望だったってことは、もう最初じゃあ演技のなんか感じの、そうです、お芝居でしたね。芸能事務所、そうですね、だったんですかね。はい、ああ、そういう感じなんですね。じゃあそれで入って、そこで入りました、はい、友達が行けって言うから分かったみたいな感じで内部調査をしなきゃいけないですからね。はい、でちゃんと伝えてましたよ、今日ね、こういう発声練習があってね、このテキスト使ってねって二人で遊ぶときに、一緒にやるみたいな、伝授してました。なるほど、社外費のものをやってましたね。あ、じゃあそれがスタートなんですね。それがスタートでしたね。小学8歳とかですよね。8歳、9歳とかですよね。そうですね、そのあたり。小学2年生だから、何歳だっけ、4年生が10歳だったので、8歳か、8歳ですね。8歳ですよね。そんな時は芸事やって、じゃあずっとですか、じゃあずっと演技をやっていらっしゃった感じですか。いや、ずっとでもないんですけど、その養成所を入った時はお芝居で入って、で、あの高校生から あそこがたまたまなんですけど、ミュージカル系の、なんていうんだろうね、ミュージカル系の劇団がついてるとだったんです。ああ、まあ所属もし、あのなんかそこの芸能事務所で作ってるような感じ。あ、そうですね、芸能事務所になんか劇団があって、はいはい、でその劇団は高校生からみんな劇団に入るんだよっていうのを動線ができていて、あ、そういうふうにも作ってるそう、プログラムがされていて、自分の意思とは関係なく、だからお芝居も興味ないのに入ることになって、はい、で高校生になったら興味ないのに今度歌とダンスのレッスンが始まってまたなんか出てきたみたいな。あ、そこはずっと続けてたわけですね。じゃあずっと高校生までその同じ事務所で。あ、一回ですね、あのちゃんとレッスンした時に、はいはいはい、東京の方にたまたまおばがいて、はい、東京の方でちゃんとしたレッスン、はい、オーディションをこういっぱい出した時に書類審査で受かったところがあって、東京放映さんっていうところがあって、うんうんうん、まあ、今もみ、はい、おもちゃのお水の方に本社あるんですけど、うんうんうん、そこの養成所の方で合格通知が来たので。おお、すごい。そうなんです、それちょっと嬉しくて。すごい、うん、すごいですね、はい、なんか、あ、宮崎でもまさかで通っちゃったけど、東京でも拾ってくれるところあったみたいな。すごいですね。で、あ、で親に言ったら、でも宮崎だから飛行機になるじゃないですか、うん、交通が結構遠いですよね。そうなんですよ、あの時で1時間20分ぐらい片道かかってたので、自分小学生だったから一人じゃ行けないし、でそういうので親に頼んで、まあ、あんたがそんな楽しそうにやってるんだったらっていう感じで、うちの父親が一緒に付き添いで来てくれるようになったんです。はあ、お父さんも大変ですね。お父さんだから今思えばお父さんの休みがなかったんですよね、日曜日私と東京に行かなきゃ。確かに。今思えばですけど。確かに。しかもちょうど反抗期であんまり親と口きかない時期だったので、お父さんかわいそう。地獄。地獄だな。でもなんか今思いますね、愛されてたんだなって。そうですね、本当に。じゃないとそんなことまでしてくれないじゃないですか。そうですよね。ねえ、大変。
変。でこっちのレッスンが、はい、こっちの東京の人だと毎週日曜日に行くんですけど、さすがに私宮崎の人なので、ね、毎週は通えないのでお家潰れちゃうから。そう、しかもやっぱ格安コース航空とかないとですかね。なかったですね。なかったです。ここ10年ぐらいですよね。なんか、ね、九州とか沖縄をめっちゃ安い金額で行けるようになって、あと 今みたいにそのすごい大きな割引とかなかったですよね。なかったです、きっとね。なかったです。本当にもう実費かかるみたいな感じ。そのままの金額ですよね。うわすごい高そう。高かったと思います。聞けないけど金額聞きたいぐらいの覚えてないですよね。覚えてないですよ。子供だったからその飛行機が高いっていう認識もあんまりなくて、あそういうところもあります。確かに。だから 毎週通えないので、1回来て1ヶ月分まとめて受けるっていう8時間、8時間集中力が持つかなっていうすごい、もうよくやったなっていうぐらい。でも楽しかったんですよね。なんかあそれはもう本当に幸いですね、うん、もちろん友達と遊んでワイワイするのも楽しいんですけど、うん、お芝居をすることによって自分がちっちゃいから自分より下の人っていうより上の人がいっぱいいるじゃないですか、うん、でいろんな大人に出会って、うん、みんな夢を持ってこう輝いてる人たちの中に自分がなんかいることになって、友達のおかげで、でなんか大人っていいなって、こうキラキラっていいなってその時からずっと思ってたんです。へえ、だからレッスンが大変だけど、レッスンを受ける自体は大変だけど時間も長いし、でも楽しかったですね。はい、あ一言で言っちゃうと、そういうふうに思えるのはいいですね、うん、楽しいって思う。でもそれがしんどいって なっちゃった瞬間にもう結構きついじゃないですか。そうですよね。私なんでこんなことやってるんだろうとか、やめたいなとかになっちゃうじゃないですか。なります、ね、そうならなかったのがやっぱ良かったですよね。そうですね、楽しめたっていうのは大きいですよね。じゃあその東京とその宮崎の行き来は中学生高校生、その時は中学校1年2年ぐらいまではやってたんですけど、まあ、飛行機代がちょっと高いよねって親から言われ始めたのと、はい、あと、はい、あの受験がどんどん近づいてくるじゃないですか。中学1年生2年生3年生になったらちょっともう掛け持ちができなくなっちゃって、で一旦親にちょっと勉強に集中したいっていうので、で親も飛行機代大変だからちょうどいいみたいな、いいんじゃないもうやりたいことやりなさいっていう親なので、はい、うちの親が大変ならもういいじゃないみたいな、宮崎にもあるしみたいなことを母親が言っていて、なるほどなるほど。で一旦ちょっとお休みしたんです。やめたというか一旦離れて、はい、勉強に集中して、うん、でまあ高校生になりました、うん、で高校生になった時に何だろうな、まあ、勉強しながら友達と遊んだりとかもしながら、うん、でもずっとレッスンってやってきたので、自分の中にこうレッスンをするっていう、こうサイクルができてしまっていて。あ、そうですよね。でレッスンからその時離れてるじゃないですか。一回離れた時に物足りなさを感じたんです。なんかやらなきゃっていうそわそわ感、はあ、なんか心にぽっかり穴が開いたような感じなんか私やってない、何かをやってない、うん、はいはいはい、何っていうので親に相談したら、あんたやっぱやりたいんじゃないって言われて、でとりあえずお母さんそっちの専門じゃないからわからないから、もうお世話になってる先生いるんだから相談しに行きましょうって言って親が連れてってくれたんです、その養成所に。またあー、そう、宮崎のね。そうですね、はいはいはい。で連れてってもらって話してたら、まあ先生もあの気に入ってくれ、可愛がってくれてたので、またおいでよって、とりあえず来て考えればいいじゃない、そうやってなんか気になってるってことはやりたいんだよって、で勉強が高校生になって今ちょっと落ち着いてきたのであれば、またやればいいじゃない、おいでって言われて、あ、じゃあ来ますみたいな、なんか友達のとこに遊びに行く感覚で、そこでまたリスタートっていう感じ。あ、じゃあその時の先生もずっといらっしゃったんですね。あ、そうですね、ずっといてくださって、で高校生になった時に、ここはあの劇団夢っていうミュージカルの劇団があって、そこに入ったんですよね。あ、そうか、高校はもうミュージカルとその演技の、そう、でもうそういうコースが出てきてる、コースがあったので、でも高校生になってたからもうあなた劇団よって、はいはいはい、いう流れで、うん、歌とダンスとお芝居をずっとそこで、あ、すっげえ、歌とダンスとお芝居全部やってました。全部やってました。すごいな、楽しかった。なるほど、じゃあもうミュージカルでやる曲とかをもういっぱい歌ったりとか、そうですね、なんか妖精の役とかでなんかひらひらのをつけて踊ってた記憶があります。可愛い、なんか思い出した今。それって今も写真残ったりとかするんですか？
あ、実家の方には多分あると思います。ちょっと今手元にはないですけど、ぜひ SNS にアップして、あげたらファンの方が、ね、喜ぶと思います。そうですね、うん、昔の写真ちょっと年末帰った時に親に言ってみます。いいと思います。ちょっと見てみたいですね。あ、本当ですね。改めて自分も見てみたくなった。へー、あ、でもそういう経緯があって、まあ、そういう歌、うん、ダンス、まあ、ミュージカルですかね。そうですね、ミュージカルっていう結果的にはやってましたね、うん、なんかもう全部友達の誘いだったから。あ、なるほど。今となれば感謝ですけどね、はいはいはい、うん、でそこからはじゃあもうすぐシンガーソングライターっていう感じ。あ、違いますね。高校生はそれで、うん、その後英語が好きだったので、はい、留学したいなと思ったんですよね。語学留学、語学で、はいはいはい、あとその劇団に入ったことによって音楽と出会って、うん、ダンスレッスンやってたんですけど、定期的に、はい、なんか本場で習いたいと思って、はい、本場でちゃんと習いたいと思って、本場って言ったらやっぱりアメリカっていうことで、うん、アメリカに、ま、英語が好き、ダンス習いたいっていうので語学ダンス留学っていう形を取らせてもらって、はい、午前中語学学校、午後ダンススクールで1年間だけなんですけど、はい、ロスの方に留学行ったんですよ。どうですか、向こうの生活は。そのやっぱもうずっと英語漬けじゃないですか。そうですね、楽しかったですよ。ストレスになることなかったですか、言葉が。なんかエージェントの人に、日本人の女の子は向こうでこう、うん、いろいろ環境が違うので鬱になる子もいるよって言われてた。それをちょっと大丈夫みたいに言われたけど、私逆ですっごい楽しくて、逆ホームシックで、もう日本帰りたくないっていう。なんか分かれますよね。私もロンドンで1年ぐらいいたんですけど、すごい病む人と、ハイになる人で、そう、どっちかに分かれます。分かれますよね。私そのハイの方だったんですよね。へー、帰りたくないって。え、どっちだった？病む方だった。そっちかい。全然病んでました。真逆よ。そっか、そうなんですね。米が食べられない。米食べてました？それはやめました。米が、その部分では食べ物が違うから、やっぱご飯美味しいんですよね。美味しいですね。あ、もうやっぱ全然違うんだ、日本の。全然違います。日本の違いますね。あっちはでも、日本のパンと向こうのパンを比べた時に、向こうのパンむちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、へえ。私ロスから帰ってきて、日本のパンが食べれなくなっちゃったんですよね。どう違うんですか、それ。味が違うの？パンの生地がカスカスしてる日本。私の勝手なイメージですよ。もちろん美味しいんですけど。そうなんです。へえ。あ、そうなんですね。やっぱ向こうの食種というか、うん、だから主食だ、間違った、食種だって、はい、主食だから、やっぱメインとするものだから違うんだろうなと思って。あ、確かにそうですね、うん、私そんなにパン好きじゃなかったんですけど、アメリカに行って、はい、あ、パンって美味しいって初めて思ったんですよ、ね、あ、そうなんですね。あ、でもいいきっかけだったのかもしれないですね。うん、でそこで、歌と、まあ、語学と習って、そうですね、ダンスと歌、あ、歌はやってなかったんですよね、あの時は。あ、ごめんなさい、ダンスか。そうですね、語学とダンスを1年間みっちりやって、でも1年留学だったので、はい、で宮崎なので、ロスから宮崎に帰るじゃないですから、はいはい、ロスから宮崎に、はい、帰るじゃないですか。2回、大事なこと、大事なことですからね。これ、はい、刺激の差なんですけど、刺激の差なんで、これね、これね、これだけあります、はい、もちろん家族がいて大好きな自分のふるさとなんで、ふるさととしてはいいんですけど、はい、この楽しかった刺激からここに落ちちゃったんですよ、宮崎帰った時に、はい、この反動で、あ、宮崎無理って思って東京に出てきたんです。刺激がね、刺激的にね。そうなんですよね。多い気がしますけどね。私もでも結構、なんだろう、静岡にそんなにいないですぐもう上京しちゃってるんで。なりますよね、うん、あ、そうなんですね、うん、留学生あるあるなんですね。そうですね。で、東京来てまたそのダンスとかをやり始めたと。あ、東京来て、最初はダンスもやってたんですけど、ダンスもやりながら英語も好きだったので、英語ってやっぱ使わないとどんどん忘れちゃうんですよね。こうスピードとかもついていけなくなっちゃうし、だからとりあえず使わなきゃ、英語使わなきゃと思って、だったらお仕事にしないと毎日喋れないと思って、めっちゃネットで探して、はい、英語のお仕事、私のレベルでできるお仕事ないかしらって探して、で、成田エクスプレスっていう、はい、あるんです。あの中のアテンドのお仕事があって、まあ、簡単に言うと売り子さんなんですけど、はい、販売しながら、で、お客さんが成田エクスプレス、まあ、7割、8割ぐらいは海外の人メインなので、そこで英語が毎日使えるっていうお仕
仕事を一つ見つけて、はい、まあ、でもそれがバイトという形だったので、ダブルワークでも代用のお仕事ですごい探したら、うん、あのシェーンコーポレーションっていう会社さんがあって、そこが、はい、あのイギリスに本社があるんですよ。へで、イギリスで採用をパスした先生たちが日本に来るんですね、はい、教えに、はい、そのピックアップをするっていう、あのウェルカムボードを持ってお姉さんいるじゃないですか、います、あ、いますね、あのお仕事をいただいて、へえ、で、その2つをダブルワークでやりながら空いてる時間でダンスしてっていう感じだったんですよ。あ、そうなんですよ。下のメイン、なるほど、どっちもメインだった。そこでは歌はまだ出てこないですね。歌はまだやってなかったですね。あ、そうなんですね。一回なんか離れちゃってましたね。もう歌はでもしばらく。そうですね。へえ、で、よく歌をやろうと思いましたね。どこでなんかあったんです。あ、きっかけですか。きっかけですよ、はい、きっかけは、さすがにその英語もやってダンスもやって、どっちかをお仕事にしようと思ってすごい頑張ったんです、はい、でも最初に気づいたのが、あ、ダンサーは私お仕事にはできないかな、楽しむ、趣味としては楽しめるけど、もうすごい上手い人がたくさんいすぎて、あ、お仕事としては無理だっていうところまで行き着いたんです。あ、もうそこで悟っちゃったわけですね。分かっちゃったんです。お仕事ではないっていうのが分かって、はい、じゃあ私にできることってなんだろうって英語を片手に持ってたの で英語も実際こう海外の方とお話ししながら、お仕事しながら、そういうなんか雑談はできるんですけど、これをお仕事とした時どうだろうっていうと、自分の力の足りなさをすごい感じて、わ、こんなにまだ勉強しなきゃいけない、で今からやるって思った時に、そこまでなんかがっつりいけない自分もいて、あ、これも違うのかなって思った時に、え、私お仕事をどうしようと思って、はい、今までやってきたダンスも違う、英語も違う、じゃあ私今までやってきた中でお仕事に変えれるものってなんだろうって自分の中を整理した時に、うん、劇団で学んだ歌とダンスとお芝居の中で、うん、あと残ってたのが歌。あー、はい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 。でも本当にそれって友達のきっかけでそこに入ったのであって、自分がシンガーさんになりたいとか女優さんになりたいっていう気持ちで行ってなかったので、はい、まさか自分が歌を選ぶっていうところにたどり着くとは思ってなくって、はい、でも本当最後の賭けだったんですよ。本当にもう人生の自分の最後の賭けっていう感じで、はい、で親にそれを相談して、で親も、あ、いいんじゃない、じゃあ頑張ってみなさいって。その代わり今度宮崎に帰ってきたらもう出さないわよって、うん、もう東京出さないからこっちに帰ってお見合いさせて結婚させるって言われたんですよ。なるほど、はい、で、え？と思って結婚、うんうん、結婚はちょっとやばいと思ってまだ好きなこと極めてないのに結婚嫌だなって思って、まだ好きなことをやってたいっていう、そうですね、それで、うんうん、やばい、じゃあ失敗したら帰れない、でも今やってるお仕事からいきなり音楽に帰るって、バックグラウンドもないのに、まあ、レッスンはしてきたけど実績がないのに怖くて、うん、めっちゃ怖かったんですよ。で、どうしようってすごい1ヶ月、2ヶ月ぐらい本当もうそればっかり考えていて、そういう時期もあった時にダンススクールで出会った女の子がダンスもしながら音楽、歌もやってるっていう子で、たまたま一番仲良かった子が、うん、そうですね、へえ。で、その子がダンスも一緒に楽しくレッスンしてて、で、まあ、ロッカールームとかでこう着替えてる時とかに、すごい音楽の話をキラキラしながら話してくれて、楽しそうなんですね。そうなんです、CD 出したりとかもしてて、今度なんかこれ入ったのとか聞いて、泉ちゃんとか言って一緒にこう聞いたりとかして、はいはい、でその子の名前がその CD 版に載ってたりとかして、はい、あ、いいなって、本当いいなって思ったんですよ。羨ましいと思って、そのキラキラしてる子が。でその子に相談して、いや今実はこういう私状況で音楽やりたいなと思ってるけど、まさか自分を選ぶと思わなかったし、やっていけるかどうかもわからないって言ったら、え、やっちゃいなよって言ってくれて、もうせっかく東京出てきてるんだからやった方がいいよって、やんなよってすごい言ってくれて、はい、え、そうって思って、え、じゃあやろうかなっていうきっかけ。へえ、それで、で勇気、度胸もありますよね、だからそう考えると、いろいろと留学したりとか、うん、ね、チャレンジ精神ありますよね。チャレンジ精神、すごい。いやな、結構その、やっぱ歌やりたいという人、人口はすごい多いと思うんですよ。はい、ただ、やっぱりその、まあ、歌だと私無理かな、もう普通に仕事しようって仕事してる人も多分いっぱいいると思うんですよ。うん、いますね。怖いですもんね、帰るって。怖いですよね、うん。それだけで食べていける保証がない世界じゃないですか。保証がそうですね。そうそうそう、だからすごいですよね、勇気めっちゃ。いやでも本当、友達があそこで例えば真面目な友達で、いやもうなんか OL さんとかでいいんじゃないって言ったら多分 OL になってたかもしれないけど、その子が本当に仲良くてキラキラしていいなと思ったその子が、え、できるよ、やっちゃいなよって言ってくれたから、うん、え、できるのかなって思っちゃったんです
はい、あ、やれるのかな私って、うん、そのができるよって言ってくれる友達が私を客観的に見てできるよって言ってくれる人がいるんだから、うん、そう見えてるんだから、うん、やれるんじゃないかと思ったんですよね。あ、なるほど。なんかそう思うと友達に感謝ですね、箇所箇所で。確かにね、本当本当友達に、なんか、ね、将来にこう友達からこう導いていってもらってる気がします、ね、うん、いつも思うんですけど、うん、やっぱなんかその時々でやっぱ影響を与えてくれた人がやっぱり周りにいっぱいいたんですね。そうですね、はい。ということで、普段もう毎月のようにライブをなさってる泉さんなんですけど、うん、普段ライブをこうパフォーマンスでしていく上でどんな練習とかしてますか？練習。ああ、そうですね。毎日やってるのは声、まあ、メンテナンス、まあ、一言で言っちゃうとメンテナンスなんですけど、うん、声出しとか、あの口の滑舌の練習とか、うん、それは毎日やってます。あと、まあ、ステージで歌う曲大体決まってくると、それを一通りこう流れ、曲と曲の流れがいいかとか、うん、相性を見たり、うん、やったりとかするんですね。そうですね。滑舌の練習ってどういう練習されるんですか？なんかこう動かしたりとかすることですか？ああ、もう私はあう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 とか、おうおうおうとか、そういう、もう簡単なことしか今はやってないですね。最初の時はすごいがっつりやってたけど、今結構声出してやるんですか、それは？うん、あんまりあんまりこだわってないけど、そうですね、声は出してます。今まではその歌の練習って言って、その例えば演技とかいろいろね、はい、こうやってダンスとかもやってこられたと思うんですけど、はい、歌の練習っていうことにフォーカスして考えたら、なんかちゃんと音階の練習とかですか？どういうなんかこうトレーニングしてきたとか。ああ、お仕事になる前、うん、お仕事になるきっかけになった先生が一回いて、それもオーディションで行った先なんですけど、うん、オーディションでなんか、はい、ソニーの何かオーディションがあった時に、はい、結果落ちたんですけど、その会社の社長さんがいらっしゃって、後日連絡が来て、はい、まあ、オーディションはダメでしたと、うん、で、それで、でもちょっと君の声が気になったから、うん、ちょっと事務所に一回来ないって声かけてくださって、なんだろうと思って、はい、で、行ったら、レッスンをしてあげるから、やらない？磨き上げてみない？声をって言われて、はあ、お願いしますっていう感じで、社長さんから直々に教えていただいて、でその 社長さんが教えてくださったから今お仕事につながったと私は思ってるんですよ。あ、それはでも大きいですね。大きいと思います。はあ、なんかいろんな教室もやっぱ行ったんですけど、でも自分もやっぱ劇団でずっとやっていて、同じようなことをやるレッスンはたくさんあったんですけど、お仕事につなげるときに どうやって磨き上げるんだろうと思ったんです。私そのメジャーさ、メジャーデビューとかもできなさそうだからだからそういうなんかメジャーを通すと、そこにやっぱプロの方がいらっしゃって、こうあのメンテナンスしてくれると思うんですけど、友達の話聞いてると。でも自分はそこ行けそうにないから、誰に教えてもらえばいいんだろうっていつもハテナで、でもたまたまそのオーディションを受けてて落ちた先だけど、社長さんがそうやって声かけてくださったので、あ、この人なんか気にかけてくれてるからちょっとお願いしようかなっていうきっかけだったんです。で、その方が声、あの私の声を作ってくれた。はー、だから初めてレッスンが楽しくなかったですあ、そうなんですねなんか辛かったですその時具体的になんかどういうトレーニングされたんですか、そういう時は。声が最初、あの、なんて、声の圧が足りないって。ああ、声圧ですね、はい、これ悩んでる人多いな、多分。声量が小さいとかそういうことでしょうね。そうですね、声をまず前に出すって、なんかこうやって歌ってたんですって、私。だから声を前にちょっと気持ち上に出せって、そこを先生、社長さんがすごい言われて、めっちゃ面白くないんですよね。ずっと声出し、1時間ぐらいずっと声出しとか、レッスンもあって、はいはいはい、あとこの力み方、どこに力を入れるところか分からなかったので、それって口で言って分かるもんじゃないじゃないですか、はい、自分でいろいろやって、こうか、あ、違う、あ、こっちかって、こうすごい探り、1時間探りとかもいろいろあって、もう本当面白くなくて、今までいっぱい楽しいレッスンしてきたのに、なんでこんなに面白くないんだろうって思いました、ね、確かに。発声してる時のお腹のその使い方とかって分かんないですもんね。その見て、鼻から見て分かんないじゃないですか。自分しか分かんないから、そこをなんかこう習得するのって難しいですよね。 それをそのすごい教えてくれるんですよね、はいはい、ちょっと気持ちかがんでとか、なんかこう
壁に手をやってこの姿勢で今入るとこ分かるかとか、うん、すごい自分も動きながら教えてくれるんですよね、うん、それをそこではやっぱり分からないので、うん、お家に帰って社長さん何を言いたかったんだろうっていうのを自分の中で噛み砕いて、うん、いろんな本も読みながら、うんうん、でもいっぱい本読むと分かんなくなるんですよね、逆に。あといろんなこと書いてありますよね、結構ね、ボイトレの本って違うじゃないですか、伝え方が違うので、違う、で先生がもう他の情報を一切シャットダウンして自分が言ってることとか聞けって、うん、お前も頭がパンパンになってるからって言われて、はいはいはい、とりあえず先生が言うことをでも飲み込むのにかかりましたね、年数が。うん、分からなかったんですよ、何を私に 言おうとしてるのか。それね、ボイトレあるあるなんですけど、教わってるその瞬間は結構分かんないんですよね。あと後々、あ、こういうことを言ってたんだっていうのが、今すごい分かりますよね。そう、それみんなそうらしいですよ、歌手の人とかシンガーさんとか、僕もそうでしたし、そう、後々なって、あ、こういうことを言ってたんだっていうのが、あと私力み、ここのこの辺の力みが強かったんですよね。あ、肩とか胸とかのこの辺り、ね、うん、ガッチガチだったらしくて、はいはいはい、で力みを取れって言われても分かりましたって取れないじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。だから今までこう歌うってなったら勝手にグッて力が入ってたところも、うん、その力を抜くっていう練習をずっとさせられました、ね。それなんかこうどういう練習したんですか。もうとにかく抜いて歌うっていうのを意識づける練習ですか。意識もそうですし、うん、まあよくやるこれとか、あと、うん、ジャンプして力を抜いた状態でそれを覚えろって言って、またちょっと歌って力んできたら、うん、はい、ジャンプとか言われて、あそういうジャンプしながら歌うってことですか。あ、で、あの歌を一回止めてジャンプして、そうそう、今こうリラックスしてる状態って認識したら、その感覚を覚えて歌えって言われて、で感覚がまた忘れて力んできたら、また歌を止めて、うん、もう一回リラックスしてその状態を覚えろって何回もそればっかりやって、面白くなくて。はい、でもすごい効果的な練習ではあったんですね、きっとね。よくやめなかったなって思いますね。いや、すごいですね。でもだって肩の力みとかお腹の使い方がとかって分かんない人は結構多いかもしれないですね。それはどのぐらいのペースでやってたんですか、うん、月に。月に2回ぐらいですね。2回、まあ、それでも十分だと思います。うん、素晴らしい。あとお家で復習ですよね、効果あって自分で探して。じゃあそれとシンガー活動が並行してやってらっしゃったという。そうですね、はい、あ、でもあの時はまだお仕事になってなかった時期なので、とりあえずレッスンでやってました。だからその社長さんにはすごい今感謝して、今でもずっと連絡取り合ってるんですけど。あ、いいですね、そういう関係が作れるっていうのはね、はい、素晴らしいと思います。すごい感謝してます。はい、そんな泉さんなんですけども、何か告知とかはありますでしょうか。はい、あ、はい、今9月なので、うん、あの10月大きなイベント、ハロウィンがあると思うんですが、もうそんな時期そうですね、もう年末のちょっと手前ですね。はい、はい、でハロウィンパーティーをね、今回、まあ、パーティーライブなんですけどやろうと思いまして、今あのちょっと段取りをいろいろ組んでおります。仮装するんですか。仮装をします。今ちょっとファンの方にどういう仮装がいいってこう皆さんに今投げかけてアンケート取ってるんですよ、はい、なるほど。で、あのジャスミンがいいとか、はい、なんかいろいろ来てゾンビがいいとかも言われてゾンビはちょっと嫌だなと思って、はい、なのでちょっと大きめのねパーティーをやりたいなと。楽しそう。いいですね。ぜひ泉さんのコスプレとボタンを楽しみに、はい、コスプレしますので、はい、どんな編成ですか。もうピアノさんと今回は2人で、はい、しっとり大人のハロウィンテーマでやろうかなと。わちゃわちゃハロウィンじゃないですか。そうなんです、はい、いろんなね楽しいイベント皆さん あると思うんで、あえて大人のハロウィンで行こうと。じゃあ大人のハロウィンがあるということですが、いつでしょうかそれは。はい、10月の22日に予定しております。はい、で場所がですね、あのブレース R スタートアップスタジオっていう結構80人ぐらいのキャパのところ。広いですね。そうですね。いろんなあのセミナーをやっていたりとか、DJ ブースとかもあって、いろんな方が音楽のパーティーやってたり、もうパーティールームというかパーティー会場というか、そういうところなんですけど、まあ、ちょっと広めのところでゆったり使おうかなと思って、あのキャパは80人ぐらいなんですけど、50人ぐらいでやれたらいいなと思っております。ゆったりと。はい、ゆったりとね。でもうピアノさんと2人で、まあ、ドラムとかギターとかも入れずにピアノ1本、シンガー私、まあ、ゲストもちょっと呼ぶ予定なので、大人のハロウィン、ぜひ遊びにいらしてください。はい、これは、まあ、SNS とかホームページとかでも宣伝告知されるんですよね。ね、はい、じゃあね、それは、はい、
じゃあ泉さん の, あのホームページ、SNS などリンクは概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、概要欄こっちか、スマホだったらこっち、ね、はい、ということで、本日は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、概要欄チェックしてみてください。じゃあねー。